はい、こんにちは。はい、島田孔明、今日は何を教えてくれるのかな。はい、今日はコードの勉強しましょう。あー、またコードかよ。はい、皆さんよくご存知の C のコード全然無視して進みやがった。はい、はい、はい、C のコードですね。じゃーん、皆さんご存知じゃありません。 C のコードって何ですか。 C のコードはドミソの和音です。ドミソが、なんでドミソが C なんや。 C っていうのがあったな、そういえば。だから C の音を基準にして、うん、ね、超3度、完全5度で音を積み重ねると、ね、C のコードが出来上がるでしょ。ちょっと待ってや、うん、C の音は、うん、C の音はドの音やったな、確か。そう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 。で、だからドの音を基準にし て、そっから超3度。超3度っていうのって何。ドとからミ、ね、ドレミで3番目だから、そう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 、3度か。そうそうそう。超って何や。超、超、うん、これは、蝶々の音だから、蝶、明るい音の3度か。そう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 。ほら、暗い音の3度もあるんだ。はい、暗い音の3度よく聞きました。はい、これです。あ、暗い。はい、単3度。はあ、これは単3度っていうか、そう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 、単調だからか、ね、単調、単調、まあ単調とも、単調とも言うけど、まあ、うん、暗いね、うん、で、蝶3度、はい、蝶3度、蝶3度と何を合わせたら、うん、はい、蝶3度と完全5度ね、うん、音とそう、ドとソを合わせて、ドとミとソで C か。そう、これで C のコードが出来上がり、一個飛ばしですよってことね。まあ一個飛ばし、鍵盤的に言えば一個飛ばしだね。あ、そうね、うん、で、真ん中の音を半音下げると、うん、ターン3度になるね。あ、悲しい。そう、悲しく、ちょっと待って、マイナーのコードが出来上がり。はい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 、分からんことあった。はい、どうぞ。はい、どうぞ。コードには超もターンもないんか。そう、実は残念ながらコードには超もターンもありませんと言いたいところやけども、フラットコードっていうのがあります、うん、ね、まあこれはターンコードって言えばターンコードかもしれないけども、うん、フラットコードです。でもターンとは言わないね、これは、ね、弦コードって言います。弦、うん、ね、じゃあ超でもターンでもないじゃんか。ああ、だから5度はね、うん、で5度は超でもターンでもないから完全5度か。でそうじゃなくて、あの、これは非常に難しい理論があって、ドに対してソっていうのは完全に音が溶け合うから。わかる、溶け合ってるんだね。そう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 、はいはい、ね、うん、そういうことね。だからこの音と超3度を重ねて全部で弾くと、うん、ドミソっていうね、ドミソだ、 C、 C、 C メジャーっていう、 C メジャーだ。はい、いきますよ、うん、C マイナー、3度音がそう単になったら、そう半音下がったら、そう真ん中の音が3、半音下がったら、はい、C マイナー、 C マイナーですね。はい、はい、これはどこへ行ってもまあ同じことだね、うん、はい。じゃあその間ね、レファラって押さえてみよう、うん、これは悲しい音じゃん。そう、残念ながらこれは悲しい音になってしまう、ね、残念ながら、そう、残念ながら悲しいわ、ね、うん、でもレッドファーはターン3度だから、うん、ね、レッドファーはなんでターン3度な。これは鍵盤が間に2つしかないよね。しかなかったらターン3度、3つじゃないからターン3度、これ超3度にすると鍵盤が間に3つ挟まってくるね。あ、分かった、うん、わい、ちょっとひらめいたで、うん、じゃ何かひらめいた。ちなみにな、うん、昨日習ったやんか、うん、あの D から始まるメジャーコードよ。メジャースケールね。メジャースケールよ、うんうん、レミファソラシドレ、そう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 、ね、だからそれでファはシャープだったじゃんか。そうするとちゃんと超3度が出てくる。だからゆえにここはファのシャープにしないとダメね。分かった、そのレミファソラシドレのファはシャープで、うん、メジャーだからメジャースケールの、うん、あ、メジャースケールのドレミファソラシドのミを押さえりゃいいっていうわけやな。3番目の音ね、うん、1、2、3、うん、それが超3度。そう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 、うん、そして、同じく完全5度の音ね、うん、レに対してラの音ね、うん、そしてそれを重ねると、はい、 D の D メジャーのコードの出来上がりと、うん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 、いうことですね。ということは D メジャーコード、あ、え、じゃあ一番下の音が、うん、一番下の音が
コードの名前になるっちゅうわけか。まあそういうことやね。それが D のコードか。そう D。D を基音にしたコードやから、うん、D 何がしかのコードやね。うん。うん、D のコード、D メジャーのコード、D マイナーのコード。うん。でこれも真ん中の音を半音下げたらマイナーになるんか。そう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 。なるほどね。なんか分かってきたぞちょっと。うん、はい次行きましょう。行きましょう。はい次。このままいくとミソ C になっちゃうね。でこれも残念ながら、E マイナーになってしまいますね。ちょっともう一回聞かせて、うん、押さえてミソ C。あ、ほんまや、なんか悲しい音や。悲しい音ね。ない時の音、はい、じゃあこれも、ある時の音で、うん、楽しい音にするとミソ C。 そのソがシャープになるね、うん、でこれもやっぱしここから調々スケールを作るとは、うん、シャープするよね。うん、はい次いきます。ファラド。これはもうちゃんとできてるよね。これは、これはやっぱしファから始まる、まあいわゆる移動度でいうところのドレミアソラシドだけども、うん、ファソラシドレミア。ミの音に当たる音がラですね。うん。これはちょうちょうだ。ファの音がドだとしたら、ミの音に当たる音が、うんラになるわけです。そうですね、はい、その隣行っても一緒だね。今度もソシレ、うんね、これもちゃんとめでたく、G メジャーのコードが出来上がってますね、うん、これも超3度それから完全5度。あ、じゃあちょっと当ててやるぜ俺、うん、当てて、うん、あのね G マイナーコードっていうのは、はい、ソと、うん、シのフラットとレイヤー。そうですね。当たったほら、フラットだったね。うん、真ん中の音が。はい、じゃあ隣行くよ。へへ、はい、あ、これはちょっと悲しい音すんね。あ、悲しい。そうですね、これはもう単3度が出来上がってしまってるから、ここはやっぱし超3度にしたいんで半音を上げてドのシャープ、ラの音から音にした。そうそうそう、ドレミファソラシドだったら、うん、ドの音はシャープになるわけだ。そうだね、ミの音がファーシャープになる。そう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 、だからラ、ドのシャープ、ミ、ね、なるほどね。こうなるわけですね。はい、村岡分かってきたぞ。はい、はい、次最後いくよ。へいへい、これそのままいくとシレファーだよね。ちょっと変な音する、ね、変な音ね。まずこれ全部あれだね、単3度が出てきてしまってるね。で、あとここは弦5度が出てきてしまってるよね。だから弦5度は まずちゃんと完全5度にしたいから、ファを半音上げて、ファのシャープにしよう。そういえば、シから始まるドレミファソラシドは、B メジャーコードっていうのはフラットだらけやったな。そう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 。シャープだらけ。B メジャースケールね。半音だらけやった。そう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 。ドがシャープ、レがシャープ、ファがシャープ、ソがシャープ、ラがシャープね。うん、あ、じゃあソに当たる音もミに当たる音もシャープやから、そう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 、上げなきゃいけないんだ。そう、上げなきゃいけない。だからレのシャープとファのシャープにして初めて、はい、はい、B が出来上がる。あ、分かった。B メジャーのコードね。できた。はい、できた。そういうことです。ね。だから、うん、いわゆるこの3、基本3和音って、3和音っていうかな、うん、トライアドのコードは、超3度、完全5度。ね、うん、これどこ行っても一緒です。すげえ。できますよ。ということはこれで Y は、うん、あれや、うん、C メジャーコード C マイナーコードから、うん、B マイナーコード B メジャーコードまで12のコードを覚えたっちゅうわけやな。そう、そういうことやな。賢い賢い。はい、皆さん分かりましたか。これ基本、あのコードの、基本中の基本、うん、今日はマイナーコードとメジャーコードの、構造を説明しました。だから基本的にさ、うん、親指と中指と小指で弾いてや、うん、それをどん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 上がっていけばいいわけやな。そうそうそう。で、中指の音を動かしたらメジャーやったりマイナーやったりしますよ、うん、ってことですね。あと、あれや、腸と胆に気をつけりゃいいんだよな。そうそうそう、腸はどんなもんか、胆はどんなもんかっていうことを気をつけて、うん、ね、あのメジャースケールの、あのドレミファソラシドを覚えておきゃいけないんだよね。そんな感じですね。そんな感じ、はい、わかった。わかったね。覚えた。はい。じゃあ覚えましょう。どんどんね。うん、はい。あとは使うだけ。はい。はい。はい。それでは。それでは、またね。はいはい。